皆さんこんにちは、文山のおじさんの方です。今日から2人でしばらく遠征に出ようかと思います。西の方に走っていこうと思いますが、行けるところまで行ってみたいと思います。心が折れたら折り返していきたいと思います。それでは出発します。ちょっと前に東京に入りました。横田基地を走ってます。横田基地は走ってないか横田基地の脇を走ってます。先ほど神奈川県に入りました。ワンツーナインを走ってます。なんかちょっと雪が溶けてるからかっこいいね。またね、見えてきてね。土は先ほど静岡県に入りました。あ、富士山おやすみなさい。今起きました。夜は結構雨降りましたが、花粉症の僕にはちょっと嬉しいです。舗装路30分ほど歩いたかな。登山口に到着しました。こちら山頂巻き道、チャウス山、チャウス山頂付近。おじさんどんどん先行っちゃったんでね、ちょっと向かわないといけません。よいしょ。ここがチャウス山山頂なんじゃないかもしれない。プレートらしきものはありません。ね、危なそうだよね。ちょっとロープが。おじさんがベンチに座ってますね。こちらなんだ、ケルンのようなもの。これ一人用ベンチですね。こちら一人で。あ、嘘だよ、ここがチャンス山じゃんよかったじゃん、座って。ここじゃん、あれは付近だよやっぱり。え、なんでチャンス山の方が低いんだ。まあそういうことってある、ね、ある。そっか、128m って書いてあるじゃん、うん、チャウス山128m、うん、到着しました。イエーイ。道自体は明瞭で、迷うようなところは今のところないですね。わかりやすいです。あちらでベンチがあるので休憩できますね。ちょっと私休憩したい。井森山山頂到着しました。イエーイ。あのそうですね、あそうですね、あの橋、なんとか橋ってところの登山。はい、あ、はい、あ、結構ここでもきついでしょ。最後結構きついですね。狸山まで行くのって結構かかりますか、時間。そうだね、普通6時間か6時間半ぐらい。あ、そうですか。普通の人でね、山頂か、まあ、山やってる人。ああ、じゃあそれを目処にちょっと歩いていきたいと思います。大平山方面歩いていきます。なんかここを通るみたいですね。これはプンさんでは通れないですね行けるんだ、うん、何余裕だよ。沼津アルプスは標高が低いけど、一回登った山を完全に下り切りますね。それでまた登り返すんで、結構標高では測れないしんどさがありますね。ああ、綺麗、綺麗だね。あのガガガってなってる山なんだろう。ガガガ、目の前の両神さんみたいな。ああ、でも両神なのかな。両神なに、ここに両神がね、どういうこと。あれはあれが両神になっちゃった今でも日森山から来たんだよね。どこ？日森山、大平山、庄地って場所なのかな。あ、ここか、分岐とこか。庄地？分かるじゃないか。庄地じゃないや、現在地って場所。
銀の上見て。こちら、金山のコルです。結構心細いね、これ。いやー、槍のはしごみたいじゃん。気をつけてね、本気で。もうしっかり何もかも閉まってからやった方がいいと思うよ。はじめの出だしが危ないだけだよ。なかなか険しいですね。おじさん頑張れ。いやね、へっちゃらそんな顔してて。大平山めちゃくちゃ遠い。沼津アルプス大平山356メートル到着しました。いやー、大変だったよ。まあ、危ないとこはゼロだ。あったじゃない。あ、こっちから海なのこれ。海か。軽くランチします。のっぽ。奥に見えるのが鷲津山です。距離ありますね。しかも一度降りなければいけないんですね。海が見えます。真ん中に浮いてるのは淡島ですね。鷲津山まであと12分ですね。多比峠っていうのかな、ここ。あそこから来たの。あそこから登ったんだよ。すごい。鷲津山到着しました。392メートルです。イエーイ。海が見える、最高だ。じゃあそろそろ下ります。鷲津山330メートル到着ですが、景色がすごいな。うわー、すごいですね。駿河湾がバーッと今こけた。うらら展望台です。めちゃくちゃ絶景です。象山の背中282メートルです。結構アップダウンが激しくて応えますね、体に。徳倉山到着です。やった。横山かぬき山目指していきたいと思います。とても急な坂道で下るの、一回こけちゃいました。いや、低山なんですけれども、一つ一つすごく山自体も結構な起伏があって、体力消耗しますね。でもとても楽しいです。横山とかぬき山を登れば一応沼津アルプス踏破したってことでいいのかな。はあ、疲れた。横山183メートルです。おじさんも佇んでます。残るは最後のかぬき山目指して歩いていきます。またこの下りが急坂です。車道に出ましたね。かぬき山は120メートル先右折。はいはいはい。それでは沼津アルプス最後の山、かぬき山ですね。最後これを登れば一応一通り登ったことになりますが、登りごとありますね。すごく楽しめますね。これはなかなかいいコースだと思います。車道に出たのも登り始めてからさっきまで一度もなかったので、ずっと山の中歩いていられるっていうのも魅力の一つですね。沼津アルプス最後の一つです。かぬき山193メートルです。イエーイ。それではかぬき山下山していきます。登山ですか？お疲れです。こちら
五重の塔でいいとすぎ沼津アルプス全山歩いてこれました。それでは駅の方に歩いて帰っていきたいと思います。お疲れ様でした。駅から徒歩で帰ってきました。遠かった。おはようございます。いやー疲れてる。昨日登った沼津アルプスがよく見えます。片側4車線の道ですね。浜松に入りました。これようこそ豊橋。愛知県に入りました。さらに進んでいきます。終わり温泉で終わりだからあれだね。終わりの国の終わり。三重県入ったのかな。あ、入った。あ、ここが、あ、このここが三重県、うん、この橋で、え、そうなのかな。そうじゃないの。三重県入りました。峠を越えて滋賀県に入りました。正確に言うと一条やキャンプ場って言って、一って数字の一で、条って竹って字、背丈の竹、簡単な、こう書いてこう書いてあるでしょ。条で、矢は野原の一条やキャンプ場、あ、違う、一条や駐車場かに止めたいの。あれ、ここがなんか右なのかな。右多いね。わかんない。じゃあ、あの山も間違えた。大津市に入るよ。大津市にあるのかな。知らない。それじゃあスタートしていきます。出発します。こちら、落ちがたきに向かっていきます。すごい綺麗。よいしょ。沢と岩とシダがたくさんあるとこです。落ちがたきの分岐です。ちょっと落ちがたき見てみたいので、ここ落ちがたき見てからまた戻ってきます。落ちがたき沢沿いを登っていく、とっても楽しい登山道ですね。いや、気持ちいいです。わあ、落ちがたき、あ、到着しました。すっごい、すごいね。うん、いや、これ立派。なんかあれ、カバの口みたい。カバの口みたい、上にいるの。いや、すごいよ。すごいな。いや、これはな、あんまないよね。先ほどの落ちがたきの分岐の地点に戻ってきました。それでは景観山、天狗岩方面登っていきます。適度なハードさがあってとっても楽しいです。はあ、すごく最高に綺麗です。ここいいとこ、最高だな。コンゼアルプス、こちらの砂はこういう白い砂なんですよね。岩が削れて白くなってるんでしょうか。とても綺麗です。ここめちゃくちゃ楽しいです。
私こういう岩のとこあんまり得意じゃないんですけど、こちらの岩はとても私には歩きやすくていいですね。なんか滑り台みたいな感じの面白い。こちら景観山方面向かっていきたいと思います。景観山491メートル到着しました。こけながら三角点です。立ち、ここはちょっと休憩するって感じじゃないな。それでは登ってきた方向に帰っていきます。さっきの分岐まで戻ってきました。今度は天狗岩方面。本当この白い白い砂もでもいいですよね。楽しいスポット、コンゼアルプス天狗岩。もう5 minutes? いえいえ、町の向こうに琵琶湖が見えてますね。あれは琵琶湖だと思います。ここからちょうどさっき登ってた定観山が綺麗に見えますね。あそこが定観山山頂です。おそらくあそこが天狗岩だと思います。あそこまで行くのはなかなか険しいのではないでしょうか。奥武蔵にはないすごい眺めですね。立った石がボッコンボッコン出てて、奥に市街と、さらにその奥に琵琶湖が大きく浮かんでます。そしてその奥に見える山は何でしょうね。天狗岩に人が、あそこが天狗岩みたいです。プンさんは登れるんでしょうか。すごいですね、こういう岩を一個一個登っていく感じみたいです。楽しいですね。どうやらみんなここでデポして登ってるみたいですね。一応ここが天狗岩、天狗岩です。グローブはした方がいい。じゃあここが天狗岩みたいですが、実際岩はあれが天狗岩です。プンさんもチャレンジするようです。じゃあ登ります。いやいやいや、掴むな鎖だよ。大丈夫、すごい景色だ。いやいい景色です。おじさんが角っちょに立って怖いです。こちら天狗岩の上です。ここまで頑張って登ってきました。コーヒーとなぜかイカ軟骨。じゃあ天狗岩下ります。プンさんも無事下山できました。それでは先に進んでいきます。次は耳岩。さっきいた天狗岩ですね。あれ、ここは耳岩です。おじさん登ってますね。景色いいんですかね。こちら白石峰到着しました。それでは竜王さん約20分 500m ですね。進んでいきます。こちらジャワカシ観音となってますね。こちらの観音様がお茶を沸かしていただけるんですかね。竜王山 604.7m 到着しました。イエーイ。ほう、ここから先ほどの天狗岩見えてますね。白石峰に戻ってきました。重ね岩です。ほんと重なってますね。これ、こちら駒坂の仏様ですね。
すごい大きいですね。石仏です。分岐に来ました。神木流バス停方向に進んで帰りたいと思います。今林道通ってますが、手前で通行止めだったんですけど、人間は通れるって言ってたんで来たんですけど、すごいですね。やっぱりこれは車は完全にダメですね。人間は端から気をつければ行っていいようです。駐車場まで戻ってこれました。過去にはすごい伐採をしすぎて山が剥げちゃってこんなになっちゃって、氾濫とかで大変な思いをしたみたいですね。今は緑も復活してだいぶ環境へも優しい山になったようです。お世話になりました。お世話になりました。混んでる、なんでって感じです。おやすみなさい。おはようございます。今日も元気にやっていきます。埼玉が懐かしくなってきたんで、ヤオコーで買った吉川のラーメン食べます。いただきます。お世話になりました。分かってないんだよね。枝っていうか、無事目的の駐車場になんとか着きました。それではこれから登山開始します。それでは出発します。今日は朝からとても天気が良くて山日和となってます。こちらアルプス登山口バス停ですね。バスの人はこちらから登山開始できるようです。こちらの堂山に今日登っていきたいと思います。なんか高速道路を作ってるみたいですね。すごい。こちら不動明王様がいらっしゃいます。今日も楽しく登山ができますよう、よろしくお願いします。鎧ダム堂山ですね。そちら方面進んでいきたいと思います。このような石の階段を登っていっているという感じです。このあと鎧ダムってとこ行きますが、もうここで鎧っぽいですね。こちら滝が流れてます。昨日京都滋賀の山を歩いてますけど、滋賀の山めちゃくちゃいいですね。楽しいです。鎧園庭明治22年に完成。すごいな。なるほど、ここか。おお。こちらは昭和8年頃の。これもすごいですね。いや、鎧園庭かっこよかったです。それでは堂山目指していきましょう。ここもなんかすごいですね。景色がすごい景色ですね。何これ。へえ、すごいな。これ松が
枯れたんですかね。で、そこに松ぼっくりあって、なんかとっても可愛い。これこちらのも、昨日みたいに、なんでしょう、砂地というか、岩がこう削れてできたような。それでは堂山向かっていきます。この辺りから堂山に向けての登りみたいですね。おそらくあそこが堂山ですね。うん、なんか良さげな山ですよね。道中もすごい素敵です。こちらの堂山の凄さに圧倒されてます。こんなアルプスめっちゃ楽しいです。あともう少しですね。おじさんが今堂山の頂上向かってるとこです。まあそれにしても景色が絶景です。うん、うん。プンさんはこれは行けんのかな。ここを上がらないと堂山行けません。あのロープ、プンさんの体重を支えてくれるでしょうか。堂山384メートル、到着です。堂山、堂山山頂到着しました。384メートルです。綺麗ですね。あ、おじさんも向こう側にも堂山って書いてあるよ。松のところ、松、松、松のところに堂山って書いてある。気づいてなんかパブロンで消毒しろってうるさいんで、なんか消毒します。パブロンでしょ、パブロンいい、ね、パブロンで消毒できないだろう。パブロン売ってる。お試し用だから売ってんだと思うよ。言っとくよ、これコロナの前からだから持ってる。うん、それ、はい、そんなの威張られてる。パブロンはそういうのを売りたいっていう、そういう信念のもとで生きていかないと。何そのパブロンがあるこんなに使うの、いいけど。あんたら使えって言ったらさ、やだやだって言いながら結構さ、配分できない人間なの。もういいわ。近くで買ってきたピザを食べます。忘れ物はないと思います。それでは堂山下山していこうと思います。なんか可愛いのが出てきました。この下りのルートも見応えありますね。すごいです。いやー、堂山とても素晴らしい山でしたね。今日はとても短い参考だったんですけれども、すごく楽しい山歩きができましたね。堂山下山できました。お世話になりました。何のビルなんだろうね。滋賀県庁多分。え、位置的に近くない？違う、企業なのかな。どこ？ここ大見しか入ってないんじゃないんだよ。でもエニタイムなんとかって、あのフィットネスとかそこにある。大見ってそういうことか、うん、くだらないの。くだらなくはないでしょ。これ大丈夫？なんか俺分かんないんだけど。この人の後ろに行きなよ。だから行きたいんだよ。あ、そこ怖いよ助けて、本気で怖い。わかるよ。いやいや、でも電車連れてくるから。電車がこう、ルールわかんないんだけど。わかるけど、でも、なんつうの、どうすればいいんだ。だから立中が見えたら、これ左、どうすればいいんだ、これ。電車が来たら何、どうする。
全然。電車来たら電車の後ろに。電車って自動車みたいに止まったりあれしたら機敏に動けんの。駅に止まるじゃん。駅に止まる。この時に信号が青になることはないんだ。ないみたいだね。やってたよ。一番上の階じゃん、はい、ラッキーかも。結構眺めがいいとこで琵琶湖が見渡せます。せっかくだから近江牛後で頼みましょうか。はい、しました。はい、塩だれ。はい、それ一つとあー、美味しい。来ました、近江牛です。こちらのお酒、頼みました。楽ほいほい、どうぞどうぞ。なんで定着の長かしら。私がやったんだよ。ちょっと少ないから。いや、じゃホテル帰ります。フレスコさんちょっと寄ってきます。おはようございます。今日も晴れているみたいです。今日はとにかく運転します。ここが比叡山。あそこのこっから上に行くと比叡山なのかな。山を降りてきていつの間にかどこで入ったかわかんないんですけど、京都府入りました。いつの間にか京都だったようです。気づきませんでした。やって言うてやった。おしぼりもこれ、あ、そこでもそう。本店のこってりで麺型です。いただきます。ごちそうさまでした。やっぱり本店 すごい並んでますね。もうこれから渡月橋を渡ります。結構混んでますね、うん、混んでる。すごいよ、もう嵐山だ。嵐山ガソリンなくなるそうなのでガソリン入れます。はい、ただいま道9号線を西に向かって走ってます。今国道372号線を走ってます。大阪周辺の混雑のところを避けて姫路の方に多分抜けれると思うので、とりあえず姫路の方まで抜けてみたいと思っています。今天引峠を越えたので兵庫県に入りました。兵庫県篠山市、篠って字で篠山って読むみたいですよね。篠山市入りました。こういうけど、わかんない。まあ映ってるね、きっと映ってるけど、まあ問題もそれしかないな。道の駅にやってきました。やってきました。もう夕方なんですが、まだまだ車がバンバン入ってきますね。超人気の道の駅ですね、これ。ここの道の駅はやばいですね。最高です。わーい。おやすみなさい。おはようございます。今日はあいにく天気が曇り模様ですが、山登っていきたいと思います。でもとっても気持ちいいです。海が。道の駅みつさん、お世話になりました。国道2号線を
西へと向かっています。岡山県備前市お邪魔します。和気駅に来ました。岡山県和気駅、さあ区よしですか、はい、はい、今日は日曜ということでお客さんがすごい多いですね。和気駅から和気アルプス出発します。和気富士登山道、ここから山になっていくみたいですね。ではここから登山開始ですね。和気富士目指してきます。よろしくお願いします。少し登ってきましたけど、はあ、景色が最高ですね。おはようございます。もう少しで和気富士山頂ですね。行きます。和気富士山頂到着しました。眺望はさっきの下のところの方がこの山頂よりはいいみたいですね。それでは和気富士にお別れして次の竜王山目指して歩いていきます。その前に和気富士お鉢みたいになってるのでプンさん今お鉢回りしてますね。和気富士のお鉢回りをプンさんしてます。そしてそのまま竜王山に向かいます。ここが烏帽子岩らしいので先端の方行ってみます。すごいね、360度絶景です。観音さん和気文字焼き、あ、和文字焼き、和文字焼きか、何ですかねこちら。物資を運ぶレールですかね。何を運ぶんでしょうか。観音山到着しました。あちら先ほど登った和気富士です。手前に人がいるところが烏帽子岩ですね。次は烏帽子山というちっちゃいピークがあるようなのでそこを目指して登っています。和気アルプスはコンパクトなアルプスではありますが登りごたえがあって楽しいです。なんか烏帽子山通り過ぎて今岩山っていうピークに来てますね。烏帽子山通り過ぎました。この先は穂高山とか唐沢分岐に向かっていくようです。ここの山々は北アルプスにインスパイアされてる感じですかね。前の峰到着しました。イエーイ。岡山の山初めて登ってますが楽しいです。あいのだけつのあいの峰、ね、あいの峰到着しました。穂高山到着しました。なかなか楽しいルートですね。プンさん先行して歩いてきました。どなたかとすれ違ってますね。今こちら向かってるんですけれども後であちらの竜王山登っていきます。自分の登る山々が見えるというのも楽しいですよね。唐沢峰到着しました。ここから竜王山に向けて歩いていってそしてまたここに戻ってくる予定です。今ちょうど見えてるあの稜線伝いを歩いていく形です。プンさんもスタートしてますね。ちょっと正規ルートから外れたところにクライマー専用ルートみたいのがバッタレスありますね。もうなかなか竜王山までの道のりは登りごたえありますね。おじさん通り過ぎました。竜王山
到着しました。イエーイ、ここまで無事登山できました。これからも怪我なく登山できますようよろしくお願いします。竜王さんに関しては眺望はあまり期待できないので鯉のぼりあります。じゃあ来た道戻ります。もう一回さっきの場所まで戻ります。来た道下ってますが結構滑るんで怖いですね。ふんさんもゆっくり下ってます。こんな感じで歩いて、あそこがさっきにいたとこ、とりあえずあそこまで戻って向こうの一番あそこですかね、一番高いとこ、神のなんとか山、多分あの辺りだと思うんですけど、あそこまで行きたいと思います。唐沢の峰、ね、とりあえず戻ってきました。さあ先に進んでいきます。ジャンダルム、やだもん。ジャンダルム到着しました。イエーイ、奥の峰、ね、さあ何だ、奥の峰、ね、到着しました。上の上山に登る甲の上山なんだ。ずっと上の上って言うんですよ。で何でするかだよ。それはお弁当自分で作っていくやろ、うん、でお弁当のおかずにできるよ。ストックしといたらチンして。埼玉から持ってきたヤオコーのベビースター、どでかい焼きそば。埼玉の味する、うん、分からない。この上山からの眺望です。それとこんにゃく畑コーヒー。山頂は今混んでますが、やっぱり皆さん関西弁ですね。それでは山頂を下っていきたいと思います。白岩様展望所、わしの巣ですね。ちょっと行ってみます。でも橋がアフになってんだから向こうにはケーキあるんじゃない。あとは気をつけて駅方面まで下っていく感じです。今日はちょっと曇りだったんですけども、気持ちよく登山できました。どうぞ。え、開け方が分かんないって。これはいや、これ木の棒を抜くんだよ。あ、抜くのか。でっかい石碑が、石碑っていうのかな、すごいですね。ご利用ありがとうございました。気をつけてお帰りください。もうちょっと西に進んでみようかと思うんで、少し西に行ってみようかと思います。疲れてるんで眠いですね。気をつけながら髪の毛もしやる、もしとっても眠いので、休みを取りながら進んでいきたいと思います。ハローズ、ハロー。ちょっと喉ちょっと疲れたんで、ちょっとここで買い物してからなんか飲み物でも買っていこうかと思います。なんか急にファンタが飲みたくなったんで、ファンタの大きいの買っちゃいました。何年ぶりだろう。なんかいつの間にか広島県に入ってました。福山市だそうです。広島県福山市にファンタオレンジの力でなんとか来れました。ただいま夕方の6時です。今は尾道近辺を国道2号線西へと向かっています。進みたいと思います。瀬戸内海を見ながら走っています。今日来たのは道の駅三原新明さんですかね。おはようございます。こちらの道の駅の裏は霧がかかってますが、すごい最高の景色ですね。これもお世話になりました。今日
今日の天気は晴れたり曇ったりと不安定な日みたいですね。また西へ向けて行けるところまで頑張ってみたいと思います。映ってますかね。今ここはどこでしょう。広島県広島市安芸区近辺でスタートしてから1000キロ走ってきました。結構走りましたが、もう少し走ろうと思います。もう少しで宮島という付近ですね。ちょっともみじまんじゅう買って帰ります。もみじまんじゅうゲットしました。アナゴ飯上野さんでアナゴを食べていきたいと思います。いただきます。それでは宮島を離れてまた西へと向かっていきます。ただいま山口県入りました。わー、キーマッチって書いてあったかな。山口まで来ました。何台も連続で山口なのか。すげえ。8、9、10、10いった。11、12、13、14、15、16、やばい、17、広島だった。17だったね。おお、錦帯橋だ。錦帯橋に来ちゃいました。正面に見えるのが今から目指す周防大島。周防大島に向けて上陸していきたいと思います。ついに埼玉から下道で周防大島を渡るところまで運転してきました。あれ、でもこれ常時左折かな。あ、本当だ、常時左折なんだ。いいんだ。道の駅サザンセット東和です。こちら雲の道の駅ですね。すごいとこ。あ、外にも食べ物屋さんとかあるんだ。あ、いいとこだ。お風呂に入りに行きたいと思います。昨日山登ったのにお風呂入ってません。それではゆうゆうランドさんでお風呂呼ばれたいと思います。赤木、美味しそうですね。ちょっと買ってみよう。道の駅の裏手に間宮島という干潮時歩いて渡れる島があるんですね。ちょうど今干潮近いみたいで歩いて渡れるようですね。ということでプンさんが今見えますかね。プンさん、間宮島歩いて渡りたいみたいなんで間宮島チャレンジするそうです。今は道の駅から間宮島に向かっているところです。干潮時なので、歩いて間宮島まで行けるとのことで、あちらの島なんですけれども、おじさんがあちらにいます。お、すごい。なんだ、あ、何あの魚、ぴょんぴょんって飛び魚。おお、なんであんなに連続して。あ、もうやめちゃったかな。おお、かっこいい、かっこいい。すごい水が澄んでる。海きれいだな、ここは。プンさん、間宮島に向けて渡ってますね。間宮島上陸しました。イエーイ。あちらが道の駅ですね。おじさんがいます。おーい、おじさん。
じゃあ帰ろう。間宮島から戻ってきました。いやー、だいぶ遠くまで今回は来ましたね。我が家のフリードプラス号も頑張ってくれました。お疲れ様です。皆さんおはようございます。今いるのは周防大島の道の駅です。昨日プンさんが上陸していた、あ、ちなみに昨日目の前に見える島を間宮島と連呼していましたが、あれは新宮島だそうです。間宮島ではないそうです。で、その新宮島ですが、プンさんが昨日上陸してたんですが、今見ると満潮に近いようで歩いては渡れませんね。そして本日はここ周防大島にある山ですね、何個か登れる山があるんですが、そのうちのいくつかを歩いていきたいと思います。それでは天気もいいようなので出発していきたいと思います。多分前に見えてる山に今から登ります。瀬戸内アルプスと呼ばれている山々に登っていくことになると思います。かなり細めの道をずっと登って登山道まで行くような感じですかね。これは文殊山登山口駐車場までやってきました。それでは支度して登っていきます。それではスタートしていきます。文殊堂に到着しました。こちら文殊堂です。弘法大師来られたんですかね。瀬戸内アルプスはこういう黄色い表示板で表示しているようです。楽しみです。もうおじさん登っちゃってます。先ほどいた文殊堂から400メートル進んできました。文殊山までは残り500メートルみたいですね。文殊山標高は 662.7m ですね。山口県第1個目の山になります。文殊山の展望台、ちょっとおじさんも行ってますんで私も向かいます。すごいな。おお、プンさん双眼鏡を使ってなんか見てるようです。見えますか？すごく見える。ビル、やはり山口県、飛行機が見えますね。それでは加納山目指していきましょう。やはり瀬戸内アルプスめちゃくちゃ綺麗ですね。眺望がもう海に囲まれて山々があって、もう大自然という感じですね。歩いててめちゃくちゃ気持ちいいです。加納山あと 1.2km です。山口県の周防大島まで無事に運転してこれましたが、さすがに疲れましたね。一応ずっと下道で行くっていうマイルールを設けて行ってるので、今回は休み来てるんですが、間に参考を入れながら、そしてその後運転となるとなかなか疲れますよね。睡魔もやってきますし、そして帰りも下の道で帰ろうと思っているんで、それを考えるとその分の体力を残して折り返さないといけないと思うので、どこで折り返すかが考えどころなんですが、加納山 684.9m です。絶景だ、こちらからも。うわぁ、あー、すみません。ここまで大きいアップダウンはなくて、ね、
こっちに行くときがこうアップダウンが結構。あれ持ってきた。すごい勢いだな。すごい。あー、はい、どうもありがとうございました。それでは加納山山頂から次の岳山に向かいたいと思います。今までと雰囲気が違うけど、すごいな。これ太いんですよね。なんで？すごい太い。ここなんかこう、なんでこんなに近くに、近すぎですよね、竹と竹。ガードレール、ずっと黄色なんですよね。なんでかなって思ってたんですけど、瀬戸内アルプスの看板も黄色ですし、もしかしたらこれはみかんの色ってことなんですかね。瀬戸内のそういう意味の黄色なんですかね。また黄色いガードレールとテイクオフと書いてありますね。パラグライダーが飛び立つところですかね。とっても綺麗。こっからの眺め、岳山山頂618.5m です。イエーイ。いやー、瀬戸内海が一望できますね。電線は仕方ありませんが、最高じゃないですかこれ。ザ・瀬戸内海っていう感じのビジュアルというか、さっきの山頂より先に展望テラスがあるみたいなんで、なんか景色良さそうなので行ってみたいと思います。展望テラス来ましたが、さっきより景色良くないですかこれ。いやじゃあ瀬戸内海も探訪したんで、元いた加納山方面に向かって帰っていきたいと思います。今源明山に向かってる途中なんですけれども、こちらの山は今回の旅では行くのをやめようかと思っていたのですが、でもまあおじさんも私も登れるなっていうことで源明山登ることにしました。長旅でちょっとあまりぎゅうぎゅうに詰め込むのも良くないなと思ったんで、3つの山だけにしようと思ってたんですけれども、あの時間的にも余裕がまだありますので、源明山登りながら、帰っていこうと思います。今あそこテイクアウトバリケードみたいになってますね。気をつけて。失礼します。景色のいいとこに出てきました。向こうに見えるのが先ほどまでいた岳山。それでやっぱり瀬戸内海見とれちゃうな。ヤッホーらしいので、プンさん、ヤッホー。道中の眺望が最高ですが、なかなか源明山までの道ハードですね。アップダウン結構今までのより激しいです。源明山あと 300m です。まだですね。こちらは旧源明峠だそうです。源明山 624.7m 到着しました。イエーイ。ちょっとおやつを食べていきたいと思います。それではそろそろ源明山を下って帰っていきたいと思います。加納山戻ってきました。文殊さん戻ってきました。だいぶ日も傾いてきました。この旅では瀬戸内のこの景色はもうこれで最後かもしれませんが、最高でした。下山していきたいと思います。この階段を降りたら文殊堂です。無事下山できました。ありがとうございます。お世話になりました。またいつか来ます。今夕方の5時ぐらいなんですけど、やっぱりこっちに来ると日が長いですね。まだ太陽はかなり上の方にあります。夜になってきましたね。
ちょっと走っていきます。だいぶ遅くまで運転しました。そして見えてきました、今日の目的地、道塩ドライブインです。もう一回行ってみようか。こちら貝汁で有名な道塩ドライブイン、本日はお世話になります。それではまず早速腹ごしらえで貝汁食べに行きます。早速食べたいと思います。貝汁、貝汁、注文確定。注文送信。貝汁です。いやうまそう、美味しかったです。こちらのドライブインはお風呂もあるんで、ご飯も食べてお腹いっぱいになってお風呂入らせていただきます。おはようございます。昨日の運転に疲れて寝坊してしまいました。お世話になりました。こっちの日本海側の方にご飯を食べたいと思います。3分以上ずっと歩いてきましたけど、やっと出たようですね。とても立派なお稲荷さん。あ、電車通ってます。すごいとても景色。いや、相当これ登らないと、相当下ってきたんで、きつい。いや、本気できつい。足がおじさんはあんまり疲れてないようなので、スタスタと歩いてます。今日のお昼は元祖河原そば、高瀬さん伺おうと思ってます。まだ準備中なので散歩でもしながら待ってる感じですね。来ました、河原そば、すごいです。ちょっとパリッとしてるところがあって、もちっとしてて、まもなく関門海峡というところまでたどり着きました。ここからプンさんは関門海峡を徒歩で越えて九州へ、僕は車で関門海峡を越えて九州に入りたいと思います。関門大橋が見えてきました。こちらが関門トンネル人道入り口です。下関側から九州へ入るトンネルの入り口ということですね。またバイバイ。こちら三茂裾川公園ですね。こちら大砲がありますね。すごい、長州砲って書いてあります。あちらに見えるのが関門大橋ですね。で、これからあちら福岡に渡っていこうと思います。私は尋問トンネルで歩いていこうと思ってます。白波がすごく立ってきました。とても大きな船です。なんでだ。あ、何なんかびっくりした。長州砲が、なんで今ちょうど対岸の九州を眺めてたら、突然長州砲が、壇ノ浦の戦い、平野智則、源義経、そして関門海峡です。関門トンネル人道入り口まで来ました。ワクワクですね。料金箱となってますけれども、歩きは
ゼロ円です。クジラくんよろしく。こっち。はい、それでは近く。お。うん、はい、こちらから来るんですね、きっと。こちらから戻ってきて。下関川トンネル入り口。それではプンさんを降ろしたので、僕は、関門海峡を車で越えていきたいと思います。一般道から行くので地下を通るんですけど、なんか一度内陸の方に山側にこうトンネルが深い位置にあるので、山側の方に行ってそこから入るみたいですね。それでは関門トンネルって書いてありますね。これでまっすぐで関門トンネルを越えられるようです。関門トンネル料金所ですかね。料金所ですね。いくらだ。普通車160円。長さどんぐらいなんでしょうかね。160円で200円からいただきます。40円のお金と領収書です。はい、どうも。それでは関門トンネル潜っていきたいと思います。ここがトンネルの入り口ですね。入りました。ここから海底のようですね。で、プンさんの徒歩で行くのはこの車より下、さらに1個下をくぐって今頃歩いているんじゃないでしょうかね。なかなか長いですね。まだまだ潜っていくようですね。だいぶ走ってきました。そろそろ海の真ん中で県境なと思うんで、県境がこの辺でやってくると思うんですけど、どうだろう。まだ山口県だと思います。あ、こんにちは。あれ、もう福岡だ。もう福岡県入ったのかな。なんか位置的にはもう上陸してる感がありますね。県境越えて福岡県入りました。九州までやってきましたね。ってことでプンさんを迎えに人道トンネルの向こう側の入り口に向かいたいと思います。あ、出口だ。出口が見えてきました。こちらが九州の街並みということになりますね。いやー、九州も晴れてますね。そろそろ門司川の人道トンネル到着すると思うんですけど、結構複雑ですね、この辺は。関門トンネル門司川の入り口ですね。まだプンさんは来てないようですね。無事九州上陸プンさんできるんでしょうかね。少し待ちたいと思います。それではこっち押してみます。門司港の方ですね。よいしょ。おお。それでは福岡でこちらね、右側の方押したいと思います。それでは歩いていきましょう。出発します。すごい、なんか、なんだろう、結構、なんでしょうね、なんか不思議な感じです。楽しいけど、ちょっと怖いというか。今、下関から80メートル歩いてきました。あと700メートル。門司まで向かいます。こちら本州と九州の県境です。山口県、福岡県ですね。ちょっと先ほどと空気が変わって、ちょっとなんかひんやりしてきたんですよね。やはり海のなんか
そこの方なのかな、今ちょうど県境だったんで。ひんやりして周りにはお魚がいるんですかね、見えませんけど、海藻とかお魚の絵があったりしますが、外はそのような風景なんでしょうね。門司まで来ました。先ほどの登壇記念スタンプですね。門司ですね。じゃあどうしようかな。はい、おー、綺麗。下関門司港関門海峡横断記念です。尋問トンネル楽しかったなぁ。門司側出口です。今小倉駅周辺みたいです。なんか観覧車あるんですね、小倉って。今いるのは博多のど真ん中です。運転疲れました。いないからちょっと行ってくるよ、うん、はい、笑い笑い。本日の宿、東横イン博多駅南口到着です。鉄鍋屋さん開きました。美味しくいただきました。ごちそうさまです。後でやってきたのは一蘭総本店。一蘭に行ったことがないので、せっかくならここに行こうかなと思ってちょっと行ってきます。ラーメンちょっとよくわからないので、基本テレの基本ニンニクの基本ね、レベルラーメンネギ、チャーシューハルカン、自分の道いっぱい引いてるので麺には固めるです。プンさんは駅の方に行ってると思うので、博多駅の方向かってみたいと思います。おじさんと別れて今博多駅の前にいます。いやー、ラーメンの一層さんちょっと混んでますね。こちら食べたかったんですけど、ちょっとやめにしよう。こちらの本格手打ちうどん、はがくれさん、ちょっと気になってるんで、こちら今日ちょっと食べていきたいと思います。ありがとうございます。ごぼううどんです。おいしそう。はがくれうどんさん、いや本当に美味しかったです。この福岡の柔らかいうどん食べてみたかったんですよね。食べたことなかったんで。博多駅にやってきました。プーさんはもうなんか行っちゃったみたいなんで、博多駅で一人でちょっと買い物します。今度はこう西というより南下していくような感じで運転していこうと思います。いつの間にか熊本県菊池市
熊本県に入ってました。今熊本城の周りを回ってます。やってきたのは慶華本店です。一度来てみたかったんですよね。じゃあ食べます。僕はターロー麺、くんさんは慶華ラーメンキャベツトッピングです。ごちそうさまです。熊本城ライトアップされてます。ご利用ありがとうございました。気をつけてお帰りください。右に電車走ってるし怖いね。電車と並行してるよ。大丈夫。悪魔もんだ。おはようございます。外は大雨です。なかなか雨降ってますよこれ。ただいま鹿児島県、何市なんだ、鹿児島県出水市入りました。来ましたね鹿児島。もう車で行けるところの最後の県じゃないんですかね。あ、鶴平市まで7キロって書いてある。だから。じゃ行ってみて、行ったらラッキー。そう、今日今だとね。鶴って見れば鶴ってわかるかな。ここ見ると、うじゃうじゃ見て鶴ってわかる。だから顔が赤いよ。あ、単調ってことか。白、こっち白って顔が赤い。何あれ？あれ？あれ鶴じゃないの？あれ？え、これ鶴だよ。路中させてもらって、うん、鶴いっぱいいるわ。これは鶴ですよね。皆さんズームしてみますか。はい、鶴さんだ。これは完璧。黒いのもいるもんね確か。いやこういう感じだった。こんにちは。こんにちは。皆さん見えますかね。畑に点在する鶴たちですね。一生懸命何かを食べているようです。結構もう飛来のシーズン過ぎてるみたいですけど、いますねまだ。よかったです。こんな簡単に見れちゃうんですね。鶴いました。鶴は静かにしないと逃げちゃうみたいなんで気をつけて観察してますが、あ、広げた。指宿駅にやってきました。駅前ロータリーの横にある足湯で分散足湯してます。こちらの道の駅に来ました。皆さんおはようございます。今日は山に登って行こうと思います。そして今日登る山、前に見える山が開聞岳ですね。こちらの山今日登っていこうと思います。開聞岳の登山口に行く前にちょっと池田湖に寄り道をしてみました。こちらから開聞岳が綺麗に見えます。今日はお休みの日ということで、もうすでに駐車場は満車に近いです。しばらくは舗装路を歩くみたいですね。でもこの舗装路は正面に開聞岳を望みながら歩けていいですね。桜と開聞岳ですかね。これ桜ですよね。開聞岳案内図ですね。今こちらですね。現在地2号目、ここからぐるーっと開聞岳山頂目指していきます。細い道のちょっと勾配がある道を登っていく感じですね。初めの方は。こちら2合目5尺です。
ここが3号目です。山頂まであと 2.9 キロメートル。はあ、もう疲れてます。こちら4号目です。はあ、疲れた。こちら5号目に到着しましたね。結構疲れた。景色、もう景色いいね。長崎花とかここにちょっとね。長崎花。ここは6号目。あと 1.6 キロ。結構ありますね。と岩が出てきて歩きづらくなってきました。ちょっと苦労し始めてますね、プンさんも。ここは7号目です。もうちょっとです。あと 1.1 キロ。岩歩きで結構苦労しています。でもその横、景色が最高ですね。あそこに見えるのは一番最南端、九州最南端になるんだと思います。佐多岬、ここまで来てるので行きたいですね。行っちゃいますか。ここは仙人堂というとこみたいですね。仙人が住んでるみたいですね。こちらが8号目ですね。あと 800m。 はあ、ちょっと天気が悪くなってきました。ただいま9号目到着しました。あと 400m です。ただいま9号目とちょっと歩いたところですが、遠路はるばる埼玉からここ開聞岳にやってきたのですが、先ほどまでの晴天が嘘のように真っ白な世界です。頂上手前にははしごもあったりするみたいですね。開聞岳山頂924メートルです。イエーイ。開聞岳山頂360度真っ白ですね。あいにくの天候ですが、山頂は週末ということもあって人でいっぱいです。雨も降ってきたのでそろそろ下山したいと思います。それでは開聞岳下山していこうと思います。開聞岳の登山口まで降りてきました。お世話になりました。なんかキャンプのイベントがあるみたいですね。指宿キャンプのようです。駐車場に戻ってきました。 JR 日本最南端の駅、西大山駅やってきました。そしてやってきたのは瀬古丼も来たといううなぎ温泉です。こちらのお風呂に入っていきたいと思います。なんか温泉卵売ってるみたいなんで、ちょっと温泉卵買ってみます。そうです、ありがとうございます。今鹿児島市街で渋滞中ですが、スタートしてからの総距離が2000キロを超えていました。さすがにちょっと疲れましたね。これで帰るとなるとなかなか気が重いです。ザボンラーメン、これザボンラーメンいただきます。窓の向こうには桜島が見えてます。そして今日やってきたのは道の駅垂水浜びら、鹿児島の南の方なのかな。今日はこちらでちょっとお世話になります。おはようございます。昨日は運転疲れたので結構寝てしまいました。それでは今日は道の駅を出発して南下してますが、もうここまで来たので車で行ける最南端にあたる佐多岬まで行ってみようと思います。埼玉からずっと車を走らせてきましたが、そろそろ本土最南端、本土という言い方を
現地の看板もしているんで使わせてもらいますが、本土最南端佐田岬、もうすぐのようです。佐田岬の看板見えます。駐車はこれあれどこだ、釣りの客の駐車、あれここかな、本土最南端佐田岬、あれ過ぎちゃった、曲がればよかった、いやまだ行けんのか、よくわかんないな今のは。何だったんだ、あれここが駐車場だよ。ようこそ本土最南端。うわ混んでる、うん、混んでる。さっきのとこでもいいのかもしれないね、空いてたから、うん、どうやら到着のようですか。ここが本土最南端佐田岬です。正面に富士山が見えます。見えます。今名古屋近辺を走ってます。もう見てそういうことか、うん、くだらないの、くだらなくはないでしょ。ここから渡月橋を渡ります。ちょっと喉ちょっと疲れたんで、ちょっとここで買い物してから、ちょっとなんか関門大橋が見えてきました。こちらが九州の街並みということになりますね。こちら Google マップですが、埼玉からここですね、今いるの見えますかね。そして今走行距離ですが2201.5キロ、2200キロですね。走りました、2200キロ、今回の旅で2200キロ走りました。一応こちら佐田岬ですが、もうちょっと、まあ、あっちの方が先端みたいなので少し歩けるようなので、ちょっと先に進んでみたいと思います。このトンネルから進んでいくみたいですね。ちょっと行ってみたいと思います。こちら案内図ですね。現在地、今トンネルぐーっと歩いてきたんで、このあと岬神社向かってぐーっと佐田岬展望台向かっていきたいと思います。とりあえずあそこの展望台まで歩いていけるみたいですね。こちら岬神社ですね。佐田岬展望台です。おお、絶景。どうやらあそこが展望台みたいですね。あそこの先に見えるのが佐田岬灯台、そして右手には昨日登った開聞岳が見えるんですね。ここ降りて灯台の方向に向かっていきたいと思います。行った、行った、うん、いや私、いや、やめて、私さ、虎みたいに見えたんだよ今。イノシシが横切りましたね。取れよかったけど、虎みたいになんか大きいのがこっちに向かってんなって思ってた。私目があったな、イノシシがいますね。ちょっと待って、うん、怖い、目が合っちゃったから私今やっぱ 見慣れてるのって分かるね、見てたんだよ、うん、まあ行こう、行く、うん。イノシシがちょっと多くてガサガサ、イノシシが2回現れましたので結構危険ですね。ここ前なんだ灯台。そうなんだ、灯台自体はどこにあるんだ。灯台もう見えなくなっちゃったな、近すぎて。灯台何、灯台主広場、灯台森、灯台森って言うんだ、灯台森広場。現在地ここにいます。先ほどここにいたんですよね。それでこう歩いてきたんですけれども、で今こちらですね、こちらこちらとこちらのあたりでイノシシ発見しました。びっくりしました。最初本当なんか
大きな虎みたいのが渡るのかなって思っちゃうぐらいびっくりして、で2回目なんですけれども、何か目線を感じるなと思って振り向いたら見てたんです、私たちのこと。ここで怖かった、もう目が合っちゃったんで、もしかして襲いかかってくるかなと思ったら逃げてくれたんで本当に助かりました。怖かった。こちら灯台森ですね。日本人とイギリス人が共同で生活していたそうです。灯台守ってたんですね。こちらに海岸とある方向、ちょっと海岸出れるみたいなので海岸の方を目指していこうと思いますが、イノシシ注意ですね。本当さすがに週末で混んでるっつってもここまで歩いてくる人はいないようですね。一っ子一人いません。何の魚だろうね。あれは何ですかね。普通に遊歩道を歩いてる。そうだね。それでは本土最南端佐多岬ありがとうございました。離れていきたいと思います。それではこれからは一応帰るモード、帰宅モードで行きたいと思います。海岸線を東側から帰ろうと思っているので宮崎県方面を下から上がっていく感じになるんでしょうかね。気づきませんでしたが先ほど宮崎県入っていたようです。宮崎県入りました。そしてやってきたのは道の駅久島です。お疲れ様。さらにビール、寿司虎さん美味しかったです。すごい店員さんも優しくてなんかとっても良かったです。おはようございます。本日の朝ごはんはうなぎ温泉で購入した温泉卵。お世話になりました。ありがとうございます。それでは宮崎市街に向けてとりあえず走りたいと思います。今日はあいにくの雨ですが東海岸で宮崎市街に向かってます。雨になってるの？海水になってるの？海水になってる。何を見てるんだ？そしてやってきたのがこちら鬼の洗濯板ですね。今日は延岡駅前のアパホテルに宿泊します。それじゃあ地鶏専門店の桃屋さんちょっと行ってみたいと思います。なんか路地みたいなところ入ってきますね。お疲れです。来ました。メイド、いただきます。地鶏の皮焼きです。今日の夜食はチーズまんじゅう、そして角のワイン。ちょっと埼玉が恋しくなってきたので埼玉から買ってずっと持って旅をしてきた秩父錦いただきたいと思います。アパホテル延岡駅前さんお世話になりました。宮崎といえばチキン南蛮、チキン南蛮小倉さんにやってきました。くんさんはチキン南蛮、おじさんはチキン南蛮とちゃんぽん。そろそろ県境だと思うんですけど、宮崎県から大分県に入るはずなんですけど、どこでしょう、どこでしょうか、どこでしょう。
どこでしょうか。どこでしょうか、お母さん。何なの。大分県入りました。日本一の温泉県。はい、今ここで入って今いるのは文豪の市あたりなんですけど、この辺は滝が有名みたいなんで、ちょっと滝を見に行ってきたいと。ここに止めればいいんだよね。まずは鎮座の滝。鎮座の滝ですね。楽しみ。この先絶景あります。ハードル上げてきますね。どうやらここが行き止まりなんで、こっからの景色を見るということみたいですね。どうなんですか。うおー、すごい。なんだこれ。ハードル上げてきますね。こちら発電所跡ですね。すごい、なんか趣が普通ぐらいの建物なんだ。ありましたね。鎮座発電所跡。滝の落差を利用して発電が行われています。明治42年滝の上に堰を作り、下流の施設で発電を始めましたってことなんですね。明治に作られた。そうだったんですね。立派。次は原尻の滝を見に来ましたが、なんか日本昔話みたいなところですね。こちら原尻の滝にやってきました。こちらもなかなかすごいですね。ああ、いい滝ですね。これはあの苔むしてるところとかいいですね。東洋のナイアガラの滝と言われてるみたいですね。ここは滝のもう目の前まで行けちゃいますね。うおー、これはちょうど滝を外周できるような道があるんで、滝の全貌をこう見れるんですけど、すごいですね。逆側もこちら滝の向かい側にある滝見橋ですね。うん、滝を見るのにはこれは最高な橋だと思いますよ。こりゃすごい。大分に来て2つの滝見てきましたけど、いやー、両方本当なびっくりするから大きいですよね。それなのになんかあんまりフューチャーされてない感じだったんです。今日はこちらの道の駅原尻の滝さんに、すいませんがお世話になります。道の駅から少し歩いたところに滝があるので、今夜の7時ぐらいですが、ちょっと滝を見に来ましたが、すごい迫力です。夜もいいですね。おはようございます。朝ちょっと滝を見にやってきました。ここの道の駅で仮眠したのは、本当は九十連山の方に登ろうと思っていたので、ここに仮眠したんですが、ちょっと天候の方が思わしくないので残念ですが、今回は諦めて九州は開聞岳しか登らなかったんですが、本州の方に帰っていきたいと思います。残念ですが、また今度ということで。ちょっと県境気づきませんでしたが、今は福岡県入ったようです。そろそろ関門大橋が見えてきたので、九州ともお別れです。帰りも関門大橋ではなく地下を潜って本州に入りたいと思います。そろそろ料金所のようです。はい、どうも。さようなら。行きで県境探してたんですけど、僕一人では分かんなかったんで、今ムンさんが一生懸命県境ラインを見てる。あ、あったあった。あった、うん、今あった、左。
今本州に入ったようです、ね、はい、本州ですね、なりました。雨がだいぶ強くなってきました。山口県岩国市走ってます。山口県抜けられません。やっと広島県で入ることができました。大竹市、今宮島です。宮島まで戻ってきました。いいのかな、いいんじゃない。あ、脇に来る、ね、こちらひろきです。お好み焼き屋さん、こちら入りたいと思います。ネギトッピング、ごちそうさまです。広島風お好み焼き美味しかったです。広島風に、え、違うの、広島風っていうのは、うん、風になっちゃうからちょっと違うと思うんだけど。今日もスーパー寄ってきます。疲れた、これ食べたい。あお、道の駅竹原到着しました。こちら仮眠させていただきます。おはようございます。昨日はもう少し家の方に近づきたかったんですが、あまりにも疲れが溜まっていて運転に支障をきたしたため、近くにあった道の駅、何だっけ竹原、道の駅竹原さんで旅させていただきました。ただいま岡山県何市ですか、笠岡市、岡山県笠岡市を走っています。もうちょっと東へと進んでいきたいと思います。帰りも下道だけで帰ろうと思います。でもここは自動車専用道路なんで高速みたいですね。兵庫県入りました。道の駅みき、お邪魔します。道の駅ミキティ到着しました。道の駅ミキということなのでミキ1番いただきます。こちら、道の駅ミキさん、お世話になりました。ありがとうございます。そして今から山に登りに行きたいと思います。今日登る山はボノアルプスですね。ここから登山口までは20分弱で行くと思うんで結構近いですね。そろそろ登山口のユピカ温泉に到着しそうですね。こちらですね、ユピカ右のようです。白雲谷温泉ユピカ、ユピカの駐車場に到着しました。よいしょ。それでは準備ができたので歩いていきたいと思います。お留守番よろしくです。なんか書いてある道、まあ、ここが一番の見せ場みたいですね。こんな感じ、温泉ユピカの駐車場の脇に登山口があるのでここから登っていきます。楽しみだな、モノアルプス。左と右のルートがあるんですが、ここを左に行ってしまうと高山を巻いてしまうことになるので右のルートから歩いていこうと思います。このアルプスは日本一低いアルプスってことで有名らしいんですよね。7つか8つの山を越えていくんですが、どれも200メートル弱の山ばかりなのでそこまでハードではないと思いますが、一応危険な箇所もあるようなので注意して歩いていきたいと思います。高山 127.1m 到着しました。高山の頂上は展望広場となっていますが、残念ですがちょっと今日は霞んでてあまり景色が見えませんが、それでも気持ちいいですね。
紅山鴨池方面向かっていきたいと思います。ここがスタートユピカ、さっき言ったのが高山ですね。ぐーっと来て今度は前山みたいですね。プンさん行っちゃいましたね。前山までは結構急登で、ここはきついですね。前山 135.8m です。それでは小野アルプスの縦走路続いて歩いていきましょう。あたご山 154.2m です。一つ山を登るとまたぐーっと下っていく感じですね。それの連続という感じです。あざめ峠に出てきました。ここは一般道を歩くのかな、一般道を多少歩くみたいですね。舗装路50メートルほど進むとまた登山口が右に現れて、こちら入っていきます。紅山鴨池方面ですね。その前に宗山があります。こちら紅山アンテナ山宗山、そして小野アルプスの最高峰 168.4m の宗山到着しました。疲れました。それでは次のアンテナ山に向けて歩いていきましょう。あれ、ここに宗山山頂へ 0.7700m って書いてあるんですけど、先ほど僕宗山あそこが最高峰って言ったんですけど、あの宗って字はトータルの方の宗でしたよね。もしかしたらこっちの宗、こっちの宗山の方が最高峰な気がしてきましたね。ちょっとさっきの標高確か168メートルぐらいだったので、ちょっとこの後見ていこうと思います。アンテナ山の手前ですが景色が良くなってきましたね。そして先ほどいたトータルの方の宗山ですね。こちらアンテナありますね。ということはここアンテナ山ですね、きっと。今兵庫県を歩いてるんだとこれを見て実感しました。そしてアンテナ山到着しました。171m ということはこの時点で先ほどの宗山より標高が高いんで、これから行く宗山の方が標高が高い、そこが最高峰ということですね。そして宗山ですね、到着しました。 198.9m なんで、やはりこちらが最高峰、小野富士と書いてありますね。日本一低い小野アルプスですね。展望デッキがなんか右にあるんですね。紅山鴨池方面行く前にちょっと展望デッキ行ってみたいと思います。虫が多いシーズンになってきて顔に虫が。今は展望デッキ向かってます。小野アルプス宗山からの近くの展望デッキですね。ここが展望デッキのようですね。高速が見えてますね。その向こうはダムなんだろうか、あとあそこにハゲ山、ハゲ山なのかな。今日のランチは豚麺。宗山戻ってきました。今度は紅山ですね。今歩いている右に見えるあの山が紅山ですね。ここから右に曲がって登っていく形になります。紅山岩山登り口、ここを入っていくと紅山に行けるようですね。そしてやってきました、紅山に登るこのルートですね。登られてる方いますが、あの上の方は降りてくるのかな。この道お子様も登ってますね。
気をつけて登ってください。女の子と男の子が兄弟なのかな。いやーちょっと紅山怖そうだな。こちらに迂回コースあるって書いてあるんですけどね、ちょっと どうなんでしょうね。あの子たちも登ってるから私も登れんのかな。ちょっと怖いな。まずは文山家切り込み隊長文さんが登り始めました。大丈夫なんですかね。いやちょっとまだ登りがきつくないんでそこまで怖くないですけど、あの子たちも座ってるからもうなんかよじ登ってるって感じですよね。子供たち四つん這いになって。いやー私あそこら辺とか、あと上からお兄さん降りてきてるけど、あそこら辺とか怖そうだよな。動画も私はこちらの方で止めて登るのに専念したいと思います。文さん中腹まで来ましたね。そろそろ手をついていかないと登れない状況みたいですね。そろそろ登っていきたいと思います。ビビりながらも一歩一歩前に進んでいますね。すごいです。頑張ってますね。振り返ると結構な勾配があります。広告だという方もかなり大変そうでした。怖かった。おじさんスタスタ来るけど、私もうこんな登山したくない。すごい怖かった。私正直からもうこんなとこ登りたくない。もういや。プンさんはこの急登を登りきりましたが、ここで迂回ルート離脱するそうです。プンさんが怖がるのも分かりますね。一番でもきついところは今越えたんで、直通でそのままプンさんも頑張ればいけると思うんですけど、でもそういう時は無理せず迂回した方がいいですよね。さっきのお兄さんが手振ってくれてます。紅山182メートル到着しました。私今回いろいろアルプス登ってきましたが、一番怖くて辛かった。そんな怖くないよって言われてきてたので、びっくり。嘘つきおじさん。綺麗だけど怖すぎた。三角亭コーヒー飲みます。コーヒーじゃないらしいです。あ、どうもすいませんでした。まあ、すれ違ったところ一番あの3メートルか5メートルぐらい、あっこが一番きついところでしたね。きつかったですよね。立てないですね。どこスタートですか。ゆぴか、はい、あそこからその場で。そうですそうです、はい、あんまり歩かかったでしょ。そうですね、ここまで結構ありました。はい、どうもありがとうございました。お気をつけて。お茶もしたのでそろそろ帰ろうかと思いますが、いやーほんといいとこですね。じゃあ紅山出発します。パワースポット目を問いは10分。途中のルートでさっき登った紅山の途中のルートでさっき登った紅山のこの直通ルートが眺められるんですね。楽しいな。こちらが目を問いはですね、西紅山。この辺りは岩山みたいなんですけど、三角点らしきものがあるんですが、岩山の表示がないんですけど、宮山 147.9m です。イエーイ。南の山 116.8m です。イエーイ。オナルプス全山縦走できました。しばらく舗装路歩きです。これが辛いな。やっと下山してきました。現在地ここですね。先ほどの紅山大変だった。もうやだ。アルプスの中で低山を歩くということで、アルプスの中でも一番の低山
のアルプス。とっても車っぽいな。アルプスの中で、アルプスの中で、私はもう怖くて怖くて、もう頂上登ったらちょっと足ガクガクってなっちゃってたんで、今日は温泉が待ってるんで、それぐらいが私の生きがいです。今は鴨池に来ました。登ってきた小野アルプスの稜線が綺麗に見えますね。それではユーピッカ向けて頑張って歩いていきます。あと800メートルです。ユピカ、私のユピカ待ってておくれ。帰りは高山には登らず、巻いてユピカ小鹿野アルプス縦走コースゴールです。お疲れ様でした。温泉温泉、戻ってきました。それでは早速お風呂の準備したいと思います。ちょっと今日は登山とお風呂で遅くなったので、昨日泊まった道の駅ミキさん、またミキティにお世話になります。おはようございます。パソコンのバッテリーがなくなってしまいました。どっかで電源確保しないと。本日はあいにくの雨でしたが、こちらの道の駅、スタートしていきたいと思います。道の駅ミキティありがとう。また2日間もお世話になりました。ありがとうございました。さっき言ったように、ちょっとパソコンのバッテリーが切れてしまったので、ちょっとガストによって電源をお借りしたいと思います。ガストさんは電源がある店ない店をウェブで検索できるみたいなんで、積極的に貸し出していただけるようですね。ちょっとお店で聞いてみたいと思います。たいと思います。まず京都あたりを目指して頑張って運転していきたいと思います。今国道372号線を走っています。この辺は丹波篠山市といって、滝アルプスっていうアルプスがあるんですね。本当はそれも登ろうかと思ったんですけど、ちょっと天気が悪いのでさすがにもうそろそろ近づかないといけないんで、今回はパスしたいと思います。スターウォーズ面白いんだ。私は好き。何ゼロ？あのエピソード全部。4から始めたんじゃないの？あんた好きじゃないかもね。もしかしたらわかんないけど。あんたコナン好きなんだね。コナンだね。コナン？コナン。嫌いとは言いづらい。このままね、すんのは好きなんだ。俺コナンのものまねなんかしない。してるじゃん。なさん、おじさんさん。あれスピルバーグだよね。なんだっけ。ああ、ジュラシックパーク？あ、違うの。いやでもスピルバーグのはさ、車のやつが好きなんだよ俺。ああ。デュエルとか。あ、デュエルじゃない？皆さんご存知でしょうか。デュエル、デュエルでいいのかな。あれ面白いですよね。あのトラックのやつ。すっごい怖い。なんか今の煽り運転の走りみたいな世界のやつですが、もし見てない方は面白いと思います。京都府に入ったようです。今京都府亀岡市を走っています。それでは引き続き雨の中ですが気をつけて運転していきたいと思います。そろそろ京都市街に入っていきますね。京都まで戻ってきました。でもまだ先は長いです。ただいま滋賀県に入りまして、琵琶湖のほとりを
走っています。ただいま曇ってますが、これ三重県鈴鹿市入りました。ちょっとご飯食べてきます。干物食堂さん行ってみたいと思います。そのサバみたいですね。サバ落とさないで、ね、こちら島ホッケ定食いただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったですね。どうでしたか？とっても脂乗ってて美味しかった。サバ島ホッケはほっこりしてたね。ほっこりしてた。ただいま愛知県入りました。時刻は7時30分。愛知県入りました。ただいま愛知県から静岡県入りました。大体浜名湖付近ですね。ここら辺はこの辺に来るとだいぶ戻ってきた感がありますね。運転してますが、まあ、休憩しつつ頑張っていきたいと思います。ただいま時刻は午前1時20分です。今神奈川県に入って246を走っています。だいぶ疲れましたね。でもまだなんとか走れそうなんでこのまま行きたいと思います。ただいま時刻は午前2時30分です。ただいま東京都八王子市街を走っております。あともう少しで埼玉県入ります。分散は寝てますが頑張っていきたいと思います。時刻は午前3時少し前ですね。埼玉県帰ってきました。本日は兵庫県の道の駅ミキティから下の道で運転してきましたが、午前3時になってやっと埼玉県に入りました。ありがとうございます。あともう少し頑張りたいと思います。